もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。流行語大賞にもノミネートされた、はい、論破が決め台詞の嫌味課長を演じ、テレビでも注目を集めていた俳優の木下ほうかさん、ある事件以降テレビでその姿を見ることはほとんどなくなっています。今回はそんな木下ほうかさんが起こした事件、そして現在について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1964年1月24日生まれで大阪府のご出身、木下ほうかさんは一級建築士の父親のもとに生まれました。父親はかなりやり手の建築士として知られており、実家はプール付きの豪邸です。子供の頃からテレビっ子であり、仮面ライダーなどのシーンを見ながら自分だったらこうするだろうと物思いにふけっていたそうです。その後木下ほうかさんは高校に進学し、ヤンキーファッションにはまるようになります。木下ほうかさんが言うには、ただ単にヤンキーファッションを楽しんでいただけとのことですが、両親は息子がグレてしまったのではないかと深く心配するようになりました。また当時木下ほうかさんは部活をしておらず、学校帰りはいつも友人と喫茶店でお茶をしていましたが、家族は悪い遊びをしているのではないかと本気で心配していました。そのようなこともあって木下ほうかさんの姉は他に熱中できることを提案するために井筒和幸監督の映画ガキ帝国のオーディションを受けるよう提案しました。木下ほうかさんはあまり気が進みませんでしたが、思い出になればいいやとの思いで応募したところ合格を果たし、ガキ帝国で見事俳優デビューを果たします。しかしガキ帝国であてがわれたのは端役であり、木下ほうかさんは俳優としてやっていけるかどうかかなり不安に感じました。そこで高校の文化祭にて自身が脚本と演出と主役を務める演劇を行い、周りの反応を確認したのです。結果は大受けであり、木下ほうかさんは自信をつけました。木下ほうかさんはもともと高校卒業後就職するつもりでしたが、俳優になるという夢ができたことを機に、大学でしっかりと演劇について勉強したいと考えるようになりました。しかし木下ほうかさんが通っていた高校は偏差値がそこまで高くなく、演劇サークルで有名な早稲田大学はおろか、日芸さえ夢のまた夢というレベルです。木下ほうかさんは教員などから専門学校への進学を勧められましたが、どうしても大学で演劇をしたいという一心で今まで手をつけていなかった勉強に取り組み、なんとか大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科に合格しました。なお大学では講義でみっちりと演劇について勉強していたこともあり、演劇サークルには入らず空手部に入部しました。木下ほうかさんはここで空手にのめり込み、大会で賞を得るまで至りましたが、このままでは俳優になれないという危機感を覚えてか、在学中に友人たち5人と自分たちの劇団を立ち上げました。その後木下ほうかさんは大学を卒業すると吉本新喜劇に入団し修行を重ねたのです。そんな木下ほうかさんですが、2022年3月28日木下ほうかさんに性被害を受けたとして2人の女性から告発がありました。これにより所属事務所を解雇され、無期限の芸能活動休止を発表されました。被害を受けたのは女優の H さんと I さんで、演技指導の名目で木下ほうかさんの自宅に呼ばれ不適切な行為を迫られたそうです。さらに3月30日には週刊文春によって新たな被害者である X さんと Y さんという女優の名前が報じられています。一時は雲隠れをして沈黙を貫いていましたが、報じられた内容がおおむね事実だったことを自身のツイッターで認め、所属事務所を解雇されたことを発表しました。4人の被害女性について調査してみました。木下ほうかさんと被害女優 H さんは、 H さんが企画したイベントに木下ほうかさんが出席をされたことで知り合ったといいます。それ以降映画監督や俳優などが集まる飲み会に頻繁に誘われるようになったとのこと。また H さんは2011年に榊英雄監督のワークショップにも参加されており、講師ではない木下ほうかさんも参加されていたそうです。その後演技指導の名目で
自宅に呼び出されたことで被害に遭ったといいます。報道では H さんの名前や詳細については触れられていませんが、当時は女優になりたてだったということで、新人の女優であった可能性が高いと思います。また H さんについては元 AKB48 の渡辺真由さんではないかと噂になっているようですので、口述して詳しく調査していきます。2人目の被害者である女優の愛さんは、2011年頃大学に通いながら女優業をしていた時に、業界人が集まる飲み会で木下ほうかさんと知り合ったそうです。その後木下ほうかさんから頻繁に飲みに誘われるようになったとのこと。その後キスを強要されそうになり、それを拒むと、期待してこれから育ててあげようと思っていたのに残念です、失望しました、あなたの根性はこのくらいなのですね、というようなメールが送られてきたそうです。さらに木下ほうかさんから、みんなやってる、これを断るようなメンタリティじゃこの世界でやっていけないと言われ、俳優兼プロデューサー兼監督という肩書きをちらつかされたことで、仕方なく要求に応じたそうです。週刊文春の記事では愛さんの詳細についても詳しく報じられていませんので、現時点ではネット上でも特定はされていないようです。木下ほうかさんと3人目の被害者である X さんの関係については、2010年5月、木下ほうかさんが臨時講師を務めるワークショップで出会った。2人で居酒屋で飲んだ帰りに木下の自宅に連れ込まれ、強引に関係を迫られたとのことです。2010年に木下ほうかさんが臨時講師を務めていたワークショップの情報から調査してみましたが、詳しい情報はなく、 X さんの素性を特定することはできませんでした。さらに Y さんという女優も木下ほうかさんから被害を受けたとして告発をされています。被害女優の Y さんの特徴については以下の通りです。木下ほうかが監督を務めた映画に出演していた。ある日自宅に誘われて突然キスをされた。木下ほうかさんと Y さんが出会ったのは2001年とのことで、木下ほうかさんの監督作品に出演したことから出会ったそうです。現時点では Y さんが出演していた映画については不明です。映画作品には多くの女優が出演されていますので、特定される可能性は低いとも思います。さて、戦術した H さんが渡辺真由さんではないかという説がなぜ浮上したのかというと、まず渡辺真由さんは木下ほうかさんのワークショップに以前から参加していたことが明らかになっています。しかしなぜワークショップに通っていたのかというと、 AKB 卒業後に女優として活動をしていくためだったそうです。2015年に出演した戦う書店ガールの会見の際には、脱アイドルできるように頑張りますとコメントもしていました。また木下ほうかさんは渡辺真由さんのことをまゆゆと呼んで親しくしていたことも分かっています。そして渡辺真由さんは2020年に芸能界を引退したのですが、その理由については健康上の問題という理由でした。上記の理由により、木下ほうかさんの性的被害を受けていたのは渡辺真由さんで、それが原因で芸能界を引退したのではという説が浮上していたようです。しかしこの説に至っては明確な証拠などもないので、ガセではないかと思われます。というのも、木下ほうかさんの性的な被害を受けた女優は20代で売れていない女優さんがターゲットとなっていました。しかし渡辺真由さんはすでに2013年のシングルでセンターを務めるなど AKB として売れていました。そのため木下ほうかさんを頼ってでも売れたい、なんとか出演したいといった思いはなかったのではないかと思います。また渡辺真由さんが引退した理由として、 SNS などの誹謗中傷などに悩まされていたことも明らかになっています。また渡辺真由さんは AKB 時代からスタッフなどに前髪を触られるだけで嫌がるなどの素振りを見せていたようですから、木下ほうかさんの性的行為を許容するなんて現実的ではないかと思われます。そして2023年6月2日、木下ほうかさんが週刊女性の発行元である主婦と生活者を相手取り、東京地裁に提訴していた550万円の損害賠償などを求める
民事訴訟を取り下げていたことが分かりました。主婦と生活者は週刊女性2022年4月26日号に掲載した木下ほうか氏に関する記事について、木下氏から損害賠償金の支払い等を求める訴訟が提起されておりましたが、2023年6月1日付で木下氏が訴えを取り下げ、同訴訟は終了しました。ここにご報告いたしますと公式サイトで報告しました。ここに来て突然の訴え取り下げとなれば、木下ほうかさんが記事の内容を事実と認めたと取られてもおかしくないです。果たして木下ほうかさんが降りた意図はどういった理由なのでしょうか。 YouTube にショートドラマをアップした。2022年12月以降、新たな動画の更新や Twitter も止まっている木下ほうかさん、提訴取り下げの真意はわからないですが、本人としてはその先に俳優復帰を見据えているのかもしれません。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。